スイスアルプスの巨大な3階。17世紀18世紀には多くのイギリス人がグランドツアーでアルプスを越え荒々しい風景を目の当たりにした。3階は当時の自然の美の観念からはかけ離れた存在であり、むしろ恐ろしいものであった。しかし安全な場所から見ている限り、巨大な山や雲から感じる恐怖は、むしろそれに対する、 抵抗心を起こしたり精神を高揚させたりするものだった。これにより感じる崇高は当初は美とは異なる観念だった崇高とは美的範疇であり巨大なもの、勇壮なものに対した時対象に対して抱く感情、また心的イメージを言う美学上の概念である。計算、測定、模倣の不可能な何にも比較できない偉大さを指し、 自然やその広大さについて言われることが多い。数行について初めて論じたのは、ロンギヌスであるとされる。フランスで、ボワローが1674年に、伝論ロンギヌス、数行についてを翻訳したことから注目され、死学の中心概念の一つとなった。18世紀になると、アイルランドのエドマンドバーク、ドイツのイマヌエル・カントが数行を主題的に論じた。両者の場合、 通行と美が対立するものであるとみなして、通行の側に組みしている。巨大な自然災害である1755年リスボン自身も、自然の恐ろしさをヨーロッパの精神に刻み、通行の概念を発達させた。その後はむしろ通行を美の一種とみなす傾向がある。19世紀のロマン主義以降は通行はあまり注目されなくなった。リヒャルト・アーグナーは、ベートーベン論。 ドイツ音楽の精神において、自己の音楽とベートーベンの音楽を美に崇高が優越する、それだとしているが、例外的であった。アドルノはその美の理論で、圧倒的に大いなるもの、圧倒的な力に対する精神の抵抗が崇高には必要だとしている。しかしその際、カントも同じように捉えているとしているが、それは事実に反していて、 カントにとって数項が抵抗しているのは感覚的興味に対してのみである。しかし、フランソ・ワリオタールの1994年の著書、数項論で取り上げるなど、再び議論されつつある。自身のユダヤ主義的数項感、多様性を限定していく精神の振る舞いに対して、衝撃を加えていくという挑戦的姿勢のうちに、数項を見るからマルティン・ハイデッカーの技術主義を、 批判したリオタールの姿勢は、結果的にそれによって、同じく技術主義のアメリカ合衆国系の数高官に対しても批判的に対峙することになった。このリオタールの数高論を、ラカンの創造会主義の展開なのだとキャサリンベルシーは、見ている。ありがとうございます。